第1回ディビワンガリ講座ということでやってまいりました。今回はですね、ディビワンガリ講座として何が大切か、何を意識すれば、来たよし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 、マッチングしていく。もうね、この挨拶ね、もう3回目なんですよ。というのも、まあディビワンと全然当たらなくて、挨拶3回目ということで満を持して登場してきましたよということで、調子はまあ、カンテが、まあ、不調なんですけど、まあ、全然、ディビワンのスカットにしてはなかなかちょっとひねりを加えちゃったスカットじゃないかということで、まあね、まあ、単純明快ですよ。今回はディビアンに対して、まあ、何を意識すれば勝ちやすくなるか、または勝てるかっていうのをね、今回その意識をしながら試合していこうと思います。ということで今回はですね、キックフェイントを意識して試合 していこうと思います。大事なことが噛んじゃったよ。もうふざけんなよマジで。まあ、説明をちょっと試合しながらするわ。はい、ということでキッキングオフされていく。まずは守備からということで、ナイス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 。まあ、今回ね、意識するのはキックフェイントと言ったんですが、まあ、なぜキックフェイントが大切かというと、まあ、マッチアップをね、ディビアンの人ってかなりこうしてくる。あとはうまいね。うん、マッチアップをちゃんとできるかどうかでディビアンに行けたり、まあ、またはマッチアップが甘かったりするとディビに止まり。うん、そういう印象がね、俺にはあるから、まあ、俺はね、ディビアンに行ってるからね、そういう感じでね、物を申してもいいのかなとは思うんですけど、集中しようか、攻撃はな。ちょっとだけ集中させてくれ、お前ら。許しがい。来た、ここでダブとして、このシュートと。いや、今ね、一回ね、キックフェイントで中入ってもよかったな。うん。まあまあそう、やっぱりマッチアップを結構してくるんで、そのマッチアップしてる相手には、キックフェイントがめちゃめちゃ効くんですよ。ああ、マッチアップしてる最中にキックフェイントされると、ディフェンダーがすごい釣られる動きするんで、これをうまく使えば、うん、やめて、本当に。でもちょい、講座してんだから、本当に。お前、先生を倒すなんて、お前、言語両断だからな、お前。ふざけんな。まあ、そんなこんなで、まあ、うまくキックフェイントを、こう、今回意識しながら、そうですね、今のは引っかかんないですね。まあ、こんな感じでスペースも取れるんで、めちゃめちゃ強いと思います。来た、ここで、はいはいはい、もう余裕と。はい、早速1点決めていったんですが、まあ今の1点はなんかもうキックフェイントがなんかドリブルのリズムを作るみたいなんで終わっちゃったね。お前引っ掛けろよ、本当に相手。頼むぞ、お前。動画お前、すげえ俺、ボツになるぞ。まあこんな感じで、うん、来て、押し押し。もう喋れねえ。やべえ、どうしよう。まあいっか。来た、この軸裏。うん、これめっちゃいいね。うん、相手かなりディフェンダーすごいね。どこに動かしていいか分かんなくなってる。ほら。まあ、とりあえず、キックフェイントを、ペナ付近でやれば、まあ、スペース作れるんで、めちゃめちゃおすすめ。まあ、もしね、コメント欄でね、なんか必要な人がいれば、全然、うん、やめて、本当に。怖い。もう、紫のゲージ恐怖症。まあ、キックフェイントのね、コツとかね、タイミング知りたい方はね、もしいらっしゃれば、コメントしてくれればね、別途動画で、ドリブル講座で出すんで、よろしくお願いします。ということで、もういいでしょう。もう説明終わった。来た時にはこういうね、フラスルで刺すのも大事。これがディビワンガリコード。完璧。いやでもやっぱり、ドリブルって魅力的な技術の一つだと思うんですよ。だって相手が釣られて、プレスとかすげえし始めたりするし、プレスめっちゃさせれば、もう前線開くじゃん、今作。でも前線開けるってことは、もう今作はね、もうデス、オア、ダイしかね、もうね、選択肢がないということで、こっち集中しよう。まあ、大事な、お前、本当にな、お前、喋るのはいいけどな、集中してな、お前、ちゃんと、お前、試合を制しろ、加藤制しろ。さて、攻撃の番、来た、ここで。いやー、今のパスできればかっこよかったんちゃう？お前、仮面ライダーのごとく。うん、お前、それほどかっこいいものを彷彿させるプレイができたと思ったかな？お前、爪が甘いぞ、俺。危ねえ、お前、本当に紫のゲージ出すな。はい、このキックをしていく。ということで。まあね、キックフェイント意識してるし、もう噛みすぎ。大丈夫かよ、俺。キックフェイントを、まあ、意識しながら試合してるわけなんですが、前半 2-0 って、もう、バカ幸先よくない？うん、今の上手くないってか、ついでに言うけど、今のネイマール取られちゃったけど、その後、補足事故多くね、俺。本当にネイマール、めちゃめちゃキックフェイントも使いやすいし、やっぱりドリブラーだなってか、ドリブラーだな、ドリブラー、よし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 、これがドリブラー、ドリ、エボール取り大作戦ということで、もうサイド走って、で、ここで、もうこの前線を走らせていこうと。で、ここでもうね、相手ね、もうかなりこう、ガン引きしてますよ。おーおー、うまくこぼれた。今いい、結果、お前、後ろからつつくな、お前、ムクドリみたいなやつが、ふざけんな、マジで、お前。まあ、本当に、お前、鳥みたいなプレッシャーがあって、お前、陰キャみたいだな、俺、切れ方が。で、ここでうまいですよ、と。で、ここで、はい、もう、相手もバグってます。で、あいー決めてよ、もう。
ほらね、見た？これがあるからね、キックフェイントはディビュアン狩り講座として大事な要素の一つということで、これはもうギブアップですね。はい、ありがとうございます。ということで、今回は第1回、ディビュアン狩り講座だったんですが、キックフェイント動画の通りめちゃめちゃ有効なんで、ぜひ皆さん練習してね、ディビジョン2にいる人もディビュアンに上がって、ウィラー楽し、あ、間違えた。イープと楽しんでいきましょう。バイバイ。